イップスとは、精神面や心理的原因、もしくは何らかの理由で、これまでできていた思い通りの動作ができなくなる障害です。イップスは現役プロ野球選手にも多数存在します。そして、改善は一筋縄にいかないことが多く、長い年月をかけて矯正していく必要があります。また、重度のイップスになってしまうと、結局改善できずに引退を余儀なくされる選手もいるぐらいです。今回はイップスに苦しんだプロ野球選手と、イップスを乗り越えたプロ野球選手を紹介していきます。このチャンネルはプロ野球選手の情報をまとめています。チャンネル登録して、ゆっくりプロ野球を応援してくれたら嬉しいです。2002年、ドラフト1位で、ヤクルトに入団をした雄平選手。背番号は、石井和久選手がつけていた16番を継承し、まさに、次世代のエースとして、期待されました。1年目のシーズン、27試合の登板で5勝6敗の成績でしたが、この年の、セリーグ最多暴投数である、12を記録するなど、不名誉な記録も残りました。翌年は、4勝を挙げるが、制球難は改善されず、成績も伸びませんでした。チームの首脳陣も、なんとか制球難を克服させたいと、雄平選手へ、いろんなトレーニング指導を行いました。しかし、成績は上がらず、トレーニングの弊害で雄平選手の能力自体が落ちていってしまい、投手としての価値も損なわれていきました。2006年10月12日、対横浜ベイスターズ戦、高井雄平投手にとって致命的な出来事が起こりました。最後のチャンスとされた先発抜擢でしたが、1回表の先頭打者石井拓郎選手にフォアボールを与えた後、連続の暴投で石井選手を三塁まで進塁させると、3番内川誠一選手に投じたボールも暴投。4番村田選手にも、まさかの3暴投という記録、ノーヒットで1点を献上してしまいます。この日をもって、完全に投手として、不合格、のラクインを押されてしまったのです。異常なほどに真面目な性格がゆえ、アドバイスをすべて受け入れてしまい、考えすぎて今までのフォームを完全に見失ってしまったことが原因だったそうです。結果、イップスにかかってしまい、キャッチボールもままならない状態になってしまい、ついに打者転向をする決意をしました。2011年ドラフト1位で、西武ライオンズに入団した戸亀健。ルーキーイヤーは、開幕から無傷の6連勝を挙げ、最終的に6勝0敗9ホールド、防御率 2.72 という成績を収めた。そして戸亀投手も、イップスで苦労した一人です。イップスにも様々な種類があり、突然、発作のように震えが起きて、コントロールがままならなくなるケースもあれば、本格的に気に病んでしまい、投球動作に変調をきたす、ケースもある。通常のピッチングは問題なくても、敬遠が苦手、という投手や、ピッチャーゴロを一塁まで投げるのが苦手、という投手もいる。戸亀投手は後者のフィールディング、特に送球を苦手としており、守備機会の少ない、投手でありながら、プロ入りから、8年連続で失策を、記録しています。なぜ、ピッチャーゴロでイップスになってしまうのでしょうか？ピッチャーはキャッチャーに対して全力で投げていて、投球動作が一時終えて、ピッチャーゴロの時だけ、柔らかくスナップスローで投げるということができなくなります。それを一回経験してしまうと、また暴投をしてしまうのではないかと深刻に受け止めてしまうことで、今まで何ともなかった動作の中に、思考が入り込んでしまう。それが結果的に自分を縛り付ける、鎖、になってしまうのです。最初に取り上げた、ヤクルト雄平選手も、同様にピッチャーゴロを、アウトにすることが難しくなっていました。イップスで、苦しんでいる選手が多いのが、現状です。では、果たして、イップスを克服することは、可能なのでしょうか ?2015 年、ドラフト5位で阪神タイガースに入団した青柳投手。青柳投手も、ピッチャーゴロを、一塁まで投げるのが苦手で、フィールディング面で課題を残しており、平凡なゴロの処理ミスや送球ミスなどによって出塁進塁失点を許すことがあります。青柳投手はイップスの克服はできてはいませんが、工夫をすることでアウトに取っています。送球に関しては近距離の場合はピッチャーゴロを捕球してから、一塁に歩み寄ってから
下投げでトスし、遠距離の場合はあえてワンバウンドでの送球を心がけることで対策しています。ここでイップスを克服した投手を紹介します。2016年ドラフト9位で楽天イーグルスに入団し、2020年トレードで巨人に移籍した高梨雄平投手です。高梨投手は早稲田大学時代、3年生の時には完全試合するなど、順調に結果を残していました。4年生になると左肩痛の影響やイップスの発症もあり、投球の度にホームベース前でワンバウンドする状態に。4年時は防御率 9.45 まで悪化し、プロ入りはなりませんでした。しかし、哲学者デカルトの著書を読んだことを機に、自らの内面と向き合い、サイドスローに転向し、イップスを克服。社会人 JX、エネオスを経由して、プロ入りを果たしました。イップスを克服した高梨投手。プロで活躍するためには、自分が輝ける場所で努力することが大切だという。本当は横投げなんかしたくない。今永のようなボールを投げたい。でも、僕はなんとか自分をこねくり回して、飯を食うしかないんです。今は中継ぎとして、チームに欠かすことのできない投手へと成長しました。イップスを発症し、崖っぷちの野球人生は見事に大逆転を果たしました。今、日本中が注目しているピッチャー、千葉ロッテマリーンズ佐々木朗希。プロ3年目の佐々木朗希投手は、2022年4月10日のオリックス戦で、28年ぶり、史上16人目となる完全試合を達成。13者連続奪三振と、1試合19奪三振の日本記録を樹立するなど、異次元の投球を繰り広げた。そんな佐々木投手でも、全力投球後のピッチャーゴロを一塁に投げることが、難しく、暴投する時もあります。そして、佐々木投手は、力を抜かずにしっかり送球することで、イップスを防止しています。しかし佐々木投手の送球は150キロ近くは出ますので、ファーストの選手は焦るでしょうね。2022年4月29日、支配下選手登録になった巨人の育成ドラフト6位菊池大輝。5月6日、7日のヤクルト戦でイップス疑惑が浮上しました。6日のヤクルト戦、サード寄りのピッチャーゴロの打球を処理しファーストに送球した時、まさかのグランドに叩きつけてしまいました。ただの握り損ないなのか、それとも力みすぎただけなら問題なかったのですが、欲なのか、イップスを決定される瞬間が訪れたのです。バント処理をする菊池投手ですが、投球後のイップスが出てしまいました。念願の支配下登録になった菊池投手、なんとかイップスを克服してほしいですね。